チューニングカーとかカスタムカーもたくさん揃うこのフェスティバルなんですけども、その中でひときわ本当異彩ですよね、異彩を放っている車があります。ターセルです。オーナーの伊藤さんにちょっと話を聞きたいと思うんですが、まあ見た目にはすごくやんちゃなターセルですけども、なんでターセルをベースにカスタムしようと思ったんですか？そうですね、もともとやっぱり自分自身誰も乗ってない車がいいなと思いまして、でそれで探していたらちょうど見つけたのがこのターセルだったので。ちょうど見つけた。ちょうど見つけたたまたま、まあネットで出ていたものを、探し当てまして、で購入させていただきました。でもターセルで何かいじろうっていうふうには普通思わないんですけど、最初はこのままフルオリジナルだったので乗ろうと思ってたんですけれど、周りからかっこ悪いという批判を受けまして、じゃあかっこよくしてやろうと、そこから火がつきました。じゃあ最初はそのエクステリアとかをやるっていう感じだったんですか？そうですね、そこからまあオーバーフェンダーをまず取り付けて、でそこからまああまりでも原型は崩したくなかったので、まああとは少しエンジンをいじったりっていう、なんかそのエンジンがちょっとすごいんですけども、ちょっと説明していただいていいですか、エンジンを。まあもともとはこれ、1300の 2AU という形式のエンジンなんですけど、まあ今 AE86 とは 4AG で、 AE85 が 3AU という、でその一番下の、1300という、まあ、2AU っていうエンジンだったんですけど、まあ、それをちょっとツインカムにしたら面白いのかなと思いまして、でまあ実際ちょっと AE85 の 3AU に4AG のヘッドを乗せられた方がいらっしゃるということをお聞きして、じゃあ同じ A 型のエンジンであれば 4AG のヘッド乗るんじゃないかなっていうことで、まあ実際組み合わせてみたらボルトオンで乗りました。はい。どんな感じなんですか？もう全然違います。もう高回転が気持ちよく回ってくれるので、まあ 2AU だと6000がまでしか回らないんですけど、今だいたい7500かそんぐらいは回るようにはなりました。まあ自分でカスタム、ほとんどこれ自分で作業されてるんですか？そうですね、全て自分でやってます。ただどうしてもできないところはショップさんにお願いしたんですけれど、できるだけ自分でカスタムしてますね。これもカスタムの王道だと思います。しかも人が乗らない車を、しかもオリジナリティある改造するという、聞くところによるとこのターセル塗装もオリジナル塗装ということで、まんま当時のまんま、当時のまんまということで原型を崩さず、でもやんちゃなオーバーフェンダー、お見それいたしました。大事に乗ってください。ありがとうございます。